月サクサクセス32回目の相手は阪神タイガースの岩崎優。今季守護神として活躍し、阪神の18年ぶりのリーグ優勝に貢献した選手。このまま順当に行くのであれば、岩崎が最多セーブを受賞することになると思います。また残してる成績もそれに値する数字ですから、能力ももちろん強いですけども、ただシュート回転と寸前というね、守護神についてちゃダメな2つがついているのがどう働くのか。それ以外の能力はまあ強いは強いんですけども、その2つが足を引っ張って重いのか数字を伸びず、なんか守護神にあるまじき姿を見せるかもしれないし、いやいや関係なくリアルで見せてる姿をこの世界でも見せてくるかもしれん。今回持ち込むアイテム1枚目はチヤホヤカード。まあこちらに赤徳がつくことはサクサクセスにおいてはないんですけども、ただ特殊能力を多くつけてそこの部分で差を開けたい。もう1枚はラッキートレジャーカード。この2枚の組み合わせで阪神のリーグ優勝に貢献できる、そういう守護神作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。始まりのステージからチヤホヤカードのおかげで2人大竹今季活躍してるが、後半戦打たれてる印象やな。多く特殊能力を持ってるんで出会っておかないと。もう1人は西純也。まああとおいてメリットしかないので、あと変化球に関してはスライダーがついてるスタートでいきなり落ちる方向の球種もあるんだが、特化パネル踏んだらなくなっちゃうので、そこ踏まないように遠回りにはなるけど、こっちから行こうかな。スタミナに関してはいつも言うとるか、クローザー必要ないよ。あっても損することの方が多いですからね。ない方がいいんですよ。ちょうどいい塩梅がいつだっていい。選手西純也にあって球速安定をついたのはプラス、落ちる方向の球種に関してはスプリットボール、まあいいでしょう。今特化パネル踏むことは悪くないので、踏んでで選手に出会って大竹、この選手の活躍もあってね、前半戦は特に活躍してましたから、だから阪神がぶっちぎりで優勝した現状があるんでしょうね。で全部コントロールパネル変わってるので、コントロール能力が守護神絶対必要です。それがあればあるほどミスというものが減って、被弾そういう形も減っていきますから、もちろんそれだけあっても仕方はないが、抑えられる他の力がなければコントロールだけ良かったってね。針の穴通すコントロール持ってたって意味がなく、全く役に立たない。また選手が2人いて、小川という選手がいる。その前に自分の作った選手に出会って、お前も特殊能力、いや俺が作った親なんだからさ、このお前は親のために全力を尽くす、それがこの役目じゃないの。そうやって成り立ってるよね、普通生き物って。なんでお前何もくれないのよ。ほんで赤の方行かれるの鬱陶しいな。お前大した選手でもないでしょどうせ、うん、こんなんあっても特にプラスはないから無視して、この辺の青パネル踏むこと左右線だと思ってたらね、気分が悪くなることないだろ。阪神は優勝決めたじゃないか。なんや道頓堀でも飛び込んだのか。確かにあそこの川めっちゃ汚いらしいからな。ここは回復パネル踏んで急回復よかった。こっちにある急速パネルを踏んでゲロ吐くような状態が続いてますけどね、これ以上吐くことなく安心安全にことを進めていきましょう。変な飛び込みは必要はないの。能力もまだまだ弱いっすよ。あと体力もないからそこまで強くなれないし、やったらスタミナパネルがあんのよね。クローザーを作る時に限って狙って意味がわからないけどもね、不思議なことに。ガンダーいるけど赤パネル多いとこにいられても困るんだよ。体力超回復、これはありがたいですね。その流れでガンダーが下に来てくれているので、プロ入りカードもしくはカレン吹っ飛ばしカードあたりくれたら最高。急速強化カード、うん、ある方がいいんだけど今それじゃなかったな。宝箱の中身は新、はいはい出た。もうおかしいだろそれ、必要としてないのそれくれる。でも本当にスタミナが欲しい時にそれくれないのよね。よくある話です。選手に出会って再起ですね。この選手の活躍も素晴らしかった。でもどうだろうかな、今の能力っていうのはちょっと弱すぎるな。もう一回ハテナを踏んで無地が青く輝き出す。うわー踏みたいパネルだらけ。このままこのステージを終わることがすごい悔いが残る。ここに俺の霊が残る、呪いが残るんだけども仕方がないね。諦めて次のステージ行きましょう。変化球パネルも踏みたいけど体力がない、源がないんだからどうしようもないでしょ。何もできないんだよ。ステージ4では自分のできることやりたいこと全部できたらいいなと思うんですけど、いきなり赤に囲まれてるような気がする上に、まずは宝箱を最優先に。ここでハテナパネルで体力は下がることはなく、また青が追加された。ある時にね追加されたら嬉しい。で残る体力は9でしょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 うわーできへんねんな。上のパネルは踏めない。ここは宝箱を最優先に踏んで、中身は野球偉人伝でいろいろとついたのはいいんだけど、その前に君能力を手に入れていかないと。もちろん特殊能力も大事。カレン、あ、ハメいきますねこれ。イエース、カレンの邪魔はこれでなくなり、体力も回復してできる選択肢が増えた上に、ちょっと待てよ、まずはこっちにあるおにぎりパネルを踏みに行く。野球マンがこの間出てきてくれることが理想なんですけど、全然音沙汰ないね。対戦相手の岩崎に出会って牽制丸がついた。あまり役に立たないような気がするが、そもそも俺はランナーを出さない投手っていうものを大前提作ろうとしているので、牽制なんてついてても仕方がないんだよね。あーでどうしようかな。シャッフルパネル踏むことによって近くの変化球パネルは来ない。えでそこにマイナス、あ危なかったですね。ハテナパネルで体力減少、十分に考えられたことだがここにはなかった。残す体力も少なく、能力も正直求めていてる通りのものではない。特殊能力は多くつきつつあるよ、チヤホヤカードのおかげで。でもでもそこだけあっても他がないから、その他を最後につけることできんの、やれんの。特にイベントはないですね。なんかあってくれたらより良かったんですけども、まず何を
をするかと言われたら体力回復でしょう。体力がないと何もできない源ですから。どうする博士いるんですね。でもどうするやるという選択肢がそもそも生まれてこない。そこの道中に赤パネルが多すぎるから、正直どこにも行きたくないんですよね。このまま終わる方が傷少なくいけますよ。変に赤パネル踏むことによって能力下げて今よりももっと弱くなる可能性がある。でも逆に言うと、その赤を踏む覚悟を持って何かを起こそうとする小僧の気持ちから生まれることだってきっとあるよね。宝箱だって近くもありますし、どうにかできへんものかね。まずね、どうしようこれね。あ、カレン来る、こっち。あ、来なかったね。一回ハテナ踏みます。もうこの際ハテナ踏んで何か変えていくしかないでしょ、この状況を。体力回復、回復してもねって感じ。博士に関しては選択肢にそもそもないので、ほんでこのまま行けば彼に録音される危険性があるから、もう一つのハテナ踏まないようにしつつ、そこにある宝箱取りたいんですけど、もうこれシャッフル踏まないことでどうしようもないからね。ほんでそこにずっとカレンがいるから、シャッフルを踏むという選択肢もう生まれてこない。ほら、分かって、こいつそこうろついてるよ。シャッフルを守る門番とかしてるよ。邪魔やな。お前が守るべきものは他にあるでしょう。もう一緒のことは博士いるんだ。博士の手術受けに行ってみようかな。出会えたらですから。はい、目の前でいなくなーる。無駄に赤踏んだだけで終わる。で、カレンが後ろから来てる。秋山でやって、能力上がるけど、コントロール能力の上昇、それは嬉しいよ。で、カレンはどうにかならへんで、ね、もうこれ多分この距離感でずっといられると思うわ。カレン対策のカードは持ってないでし、もう無理やね。できることは何もない。できれば最後は赤、あ、どう？そっち行くのね。なんでお前そっち行った？なんでそっち行くのね。今更そっち行かれても困るんだけどね。できることはもうないから終わり。こんなやつが最後を守る阪神タイガースはきっと弱く優勝なんてできるはずもなく、日本一なんて夢のまた夢ですよ。能力の違いがあまりにもありすぎますね。勝つ道が全くないわけではない。僕の選手には能力はないけども、その道は残されてる。でもその対決ってきっと思んないでしょうね。だってこっちの選手がいいというよりか、岩崎がひどいから勝てたということになりますから。今回阪神タイガースの優勝に大きく貢献した選手との対決なんだ。できればいいものを見せてくれることが理想なんですけど、僕の選手が勝つ場合きっとそれはないはず。作った選手の1年のシーズンが終了し、特殊能力が一応あるからそれを活かしたいい成績期待はできないが、確認していきましょう。防御率順に並んでますけども、うわー、村上くんがすごい数字を残してるのに対して9勝9敗、 1.94 の投手が9勝9敗で終わり、また 2.19 の青柳が11勝10敗と貯金を対して作れていない上に2桁負けている。その他伊藤も9勝7敗、西も9勝10敗。おかしいな。優勝した阪神タイガースであればこれだけの数字残した場合、もっともっと勝ち星がついてくるはずなんだけど、優勝できてないから、この世界では A クラスにすら入れていない。前回もね、阪神の選手との対決で、その時もね、 A クラスにすら6に入れなかったんですけど、今回もおかしいな。デフォルトの阪神は強いんですよ。何もかかわらずなんで4位なんだと、中日と競り合ってるんだ、お前らが競り合うのはそこじゃねえだろと、ぶっちぎり優勝した阪神タイガースをこの世界でも見せろ。見せることによってね、個人の活躍も期待できるわけですから。ただチームがこんな感じだと当然個人の数字も期待できない。僕の選手はどこで確認することになるのか、良ければすぐ出てくることにはなるんですけど、一番最初出てきたのはケラーの 0.75、 その後 2.06 の石井、岩佐 2.36、 浜地 2.51、 僕の選手は 2.94 と思ったより悪くはないですけども、ただ僕が求めるクローザーの理想像っていうのは防御率最低でも 2.5 以下、それを上回ると印象が悪いし、実際やっぱ上回ってることもあってか年間通して5敗してる。この時点でもうクローザーとしての価値はない、評価に値しない、負けすぎ、防御率高すぎ、どこにでも行ってしまえお前。奪三振に関しては17個、17個、三振率 3.12、 全く取れていないのは能力通り。最速135キロでスライダー変化量3、スプリット変化量1、三振を取れる能力ではないよね。コントロール能力はあるから、その四隅についてこいつはそれなりに頑張って防御率を2点台にしたんでしょう。フォアボールは8個、四球0で四球率 1.47 なので、やっぱ技術面高いことは伺えるよね。被弾の数も重いのか少ない4本、まあ率で見たら高いんですけど、被安打率2割5分3厘、得点圏アウト2割2分9厘と、ケースラッシュ BB 2.12、 ウィップ1.14、 UFIP は 3.36 と、やっぱ三振取れてないのでね、内容と結果には開きがあって、年間実績点は16点、失点が19点なので3点、誰かのミスによって
ってっていうこともあったんでしょうけども、まあそんなのは関係ないかな。こういう数字になるべくしてなったというか、これはできすぎなんですよね。10段階で例えたらこいつの能力のもう9とか8を出した感じですよ。ほぼ最大限に近い、フルパワーに近い感じ。対戦相手の岩崎と比較してもこの時点で物足りなくなることは確定してます。これを下回る岩崎がいたらそれはそれで悲しい。阪神が優勝できないことにも納得してしまうから。続いてリアルな阪神タイガースを優勝に導いた虎の守護神岩崎優をオートペナントで回してみるとどのような数字を残してくるのか楽しみですね。素晴らしい能力でまた実績もある。昨年も防御率1点台を記録していて今年もいけそうで、またキャリアの中ですでに3度記録してるんですよ。この選手の素晴らしさっていうのはそういう部分から出てるし、そしてこれからもそういう部分を見せつけられるんじゃないでしょうか。唯一不安点不満点があるとしたらやっぱ寸前とシュート回転持ちといういいところでやらかしそうな、そんな特殊能力がついているので、それが働いて阪神の優勝にもまた個人の数字にも何か影響があったりなかったりどうなるんでしょうか。それは回してみないとわからない。岩崎の1年のシーズンが終了し、まずはチームの順位から今回確認していくと、優勝に導くことはできたのかどうか。できてないですね。リーグ5位、年間70敗して勝率4割7分で、1位は巨人で、最下位は中日で、いや、そこおかしないけど、1位巨人おかしいやん。で、阪神がまた A クラスにも入れてない。おかしいやん。引き分けが多いっていうのも、まあ、単純に得点取れなかったこともそうなんでしょうけど、クローザーが打たれて延長突入ってパターンも考えられんのよね。もしかしたら岩崎の数字が良くないのかもしれない。チームの順位見てる感じ、そんな予感もしてますが、これから確認していくと、このようになっていて、防御率1点台が2人いるのにもかかわらず、いうチーム順位なのは悲しいよね。村上くんが多く勝ってるのが唯一救いかな。岩崎の名前一番最初見たいですよね。今年も防御率1点台いけそうなんだから、キャリア4度目となる防御率1点台この世界でもいけたのか。浜地が1ちょうど記録していて、その下石井の 1.91 でした。岩崎、うわーギリー惜しいな。 2.01 それなら1点行って欲しかったっすね。なんでギリ行かないのよ。セーブ40個と多いですが、これまた岩崎に関しては負けてる数も多いですよ。5回、この防御率で5回負けているっていうのはちょっと異常。延長もつれ込むことが多かった阪神タイガースなので、そこから打たれてみたいなことじゃないですか。1点が致命的になるシチュエーションっていうのが多かったから、クローザーに敗北が多くついてるんでしょう。登板機会62試合の中、2.01。58イニングを投げての1勝5敗、40セーブでホールドポイント13個となっていて、奪三振36個で三振率 5.55、 三振を取れるイメージもあるんですけど、この世界では取れず、フォアボール11個で四球が4つと多すぎますね。ぶつけすぎやわ。ヤクルト以上ぶつけとるやんけ。揉め事になっとるで。四死球率 2.31、 被弾の数が4本で率 0.62、 被安打率2割3分6厘、得点圏1割7分4厘となっていて、ケースラッシュ BB は 3.27、 WIP 1.03、 FIP 2.82 で、年間自責点13点でフィニッシュ。 FIP で見ていくと結構高いんやね。実際残してる防御率よりも高く3点台付近。内容面で見たらそこまででも、いやそうでもないですよ。ウィップの低さもありますしね。ランナー自体出してないんだけども、ただ失点を与える時っていうのがわりかしスムーズに与えてる、そういう印象もこの数字から伺えるな。寸前が働くんですよ。9回投げるこの岩崎っていうのは、それゆえに打たれてあーあーあーみたいな感じで、打たれ強さ B は持ってるけど寸前持ちってなんか矛盾を感じるけどね。セーブ数は多いので、最多セーブに関しては受賞できてないですね。大勢が43個記録していて、防御率は 2.50、 あまり評価できんが、そして栗林が時点でいて 1.23 の41個のその次に岩崎。防御率は他と比較しても変わり映えはないけど、やっぱ年間通して5回の敗北っていうのは多い。これは1位の大勢にも言えること。それだけのセーブ記録してるんだったら、この5回の敗北をなくしてくれた数字の見栄えいいんだけどね。年間通して5回以上チームを敗北を導いてるやつが最多セーブ王って言われてもね、そりゃ数が多いから受賞に値するんでしょうけど、そこまでの評価できんよ。こいつもこいつも色々ともやっとする瞬間があって、そのまま数字にも反映されていて、もっと圧倒的な数字を残してくれた方が今回良かったんですけども、そういうものは見ることはできず、もっと頑張っていたら阪神の優勝があったかって言われたら全く関係ない。強いチームであればクローザーの活躍によって相乗効果で強くなるけども、そもそもが弱いやん。勝てない理由は他に要因があるこの阪神タイガースですから、その中で岩崎がもっと圧倒的な数字を残したとしても、勝利は 2,3 勝増えるくらいで、でもそれ以上増えることは間違いなくない。岩崎がどれだけ頑張ろうが今の阪神タイガースは優勝できないチームなの。なんでできないのかというと、チームの投手
手指標を見ていくと、これはええねんな。市場に防御率は高く 2.56 はリーグトップ。先発に関してもリーグ2番目。救援に至ったらリーグトップですからね。守る力はあるというのはデータとして出てるんだけど。じゃあ、打つ方どうなのって見ていくと、まず打率から中日をはるかに下回る2割1分7厘はワーストだし、安打数も当然ワースト。本塁打の数に関しては、全体4番目。でも74本は決して多くはない。1位との差も倍近くありますから。長打率に関してもワーストの2割9分3、唯一3割を下回っている。いかに長打を打ててないかっていうのもわかるし、打点の少なさもそうやろ。それに加えての出塁能力に関しても、チーム全体ではその2割8分、全然出塁できていない。に加えて OPS も5割並ぶ3と、全く打ててない。個人の数字見ていくと、ノイジーが首位打者ですね。チームの2割8分を記録し、それ以下の奴らが並んでいる。中野とかひどいし、佐藤輝明もひでえな。まあそういうバッターじゃないからね。率を残してなんぼの選手ではない。ただそれに加えてホームランは当然13本で低いですよ。大山の21本がチーム最多で、ノイジーは打率こそはいいんだけども、ホームラン8本。アヘタンスケットを使うな。このやつを使ってるから優勝。いや、それ以外の選手が打ってないからね。まず大前提。ノイジーはまだこのチームでは打ってる方ですよ。それでも OPS は7割未満。ノイジーらしいといえばそうやね。打率の見栄えだけや。リアルでは活躍してる近本とかもダメ。佐藤輝明もダメ。後半戦の活躍凄まじいのね。それに加えて中野岡田さんのね、ポジションコンバートが当たって、これも活躍してるイメージ、リアルではこの世界ではダメ。ほんで他にはね、見ていくとこのように打ててないやつがたくさんいる阪神タイガースだから優勝できず A クラスにも入れなかった。納得しかないだろう。そして共に優勝できなかったこの対決ですけども、個人の部分ではあからさまに差が出ている。年間通して共に5回の敗北をしてるのは論外ではある。評価に値はしない。ただそんな評価に値しない2人を比較してどっちの方がいいかっていうのは明白やん。現状残してる数字もそうですけど、来年への期待値ですよね。年齢は共に32歳で来年33歳になる選手だということを考えてください。どっちの方がまた来年も見たい、守護神を任せたいとあなたは思いますか？考えるまでもないと思いますけどね。そこに、どっちだろうと思う人は野球を知らない人。いや、知らなくてもわかるでしょ。パッと見で、あ、こっちってなるでしょ。それくらいの差が出てる以上は細かい比較いらへんのよ。対決の勝ち負けの前に、まず阪神タイガースの優勝をいい加減見たいですね。今阪神タイガースのリアルな優勝を記念して、このシリーズは動画2回にわたって阪神の選手と対決していて、次回もまた戦う予定です、別の選手と。ここまでトータル4回、前回今回で回してるんですけど、一度たりとも優勝を見てないし、なんなら A クラスにすら入れていないんですよ。毎回4位とか5位とかなんだよ。これだと対決する意味、メリットはないですよね。強いチームの強い選手と対決して、その中優勝を導いた上で強い数字を見て、僕もまた強い選手を作って強い者同士を比較するという構図が全く出来上がらない。残念ながら今回チーム個人ともに見たかった数字、成績見ることはできず終了ということになり、次回もまた阪神との対決が残ってますけども、その中チームの優勝があって、その優勝に貢献するすごい選手というのを見ることはできるのか、またそれに対してすごい選手を作ることはできるのかどうか注目して見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。